まずは自分撮りにチャレンジ。じゃあ早速撮ってます。はい、あ、ちょっと待ってください。例えば自分でスマホ持って撮影する場合、もう両手埋まっちゃいますよね。顔しか出ない、ね、うん、あとよくこうね、なんかずっと撮って手がブレちゃったりとか、こう動いちゃったりします。そんな時のアイテムが、はい、これです。スマートフォン三脚その1。このくねくねした足があるんですけど、このクリップ、このクリップのところにですね、ちょっと携帯というかスマホですね、挟んでみましょう。そうですか。はい、はい、そうすると、はい、こういった形でですね、なんと、はい、すごい、こういう風に自分の手も映るという形になります。じゃあちょっと録画してみますと、はい、そうです。これをやることによって、まあ、まずブレない映像が撮れるというところと、あと両手が使えるので、例えば両手を使って何かを実演しながら楽器で弾いてみようとか、あとなんかこう自分のなんかそういう見せたいものを見せたりとか、そういったことができるわけですね。すごい便利ですね、これ。いつもこうやって1個しか開かないから手が。そうなんです。写真の人はね、これだけでもパッとやれば瞬間でできていけるんですけども、まあ動画の場合だと結構こう時間が流れてるって形になるので、まあこう踊ってみたりとかするときとか、まあこういう踊り方はできないんで、まあまずは両手を開けられるような、こういった三脚ですね、スマホ用の三脚っていうのを使ってあげると便利かなというふうに思います。便利便利ですね。もう一個ちょっと必要なアイテムを紹介したいと思います。はい、はい、これです。ラベリアマイク。これはちょっとマイクですね。あ、なんでわかりました。すごいですね。丸いから。はい、これはですね、ラベリアマイクというものです。よく、まあ、あのピンマイクと呼ばれたりもするんですけども、まあ、ラベリア、ちょうどタイですね。こういった形につけるマイクが正式名称です。なるほど。でよく、まあ、レポーターの方とかね、つけてる方いるんですけども、これ今有線でついてます。なのでここの部分を iPhone のちょうど部分に差し込みます。カチャッと、はい、そうするとここから、まあ、実際に音が出るわけですね。もうこれでいいんですか。そうです。例えばこれない場合だと、ここにねマイクがあって、まあ、よくこう音が拡散しちゃうとか、自分の、まあ、声がよく聞こえないっていうパターンがありますよね。だからどこから喋ってるのかも分かんないし、よく聞き取れないっていうのがあるんですけども、これをつけることによってここの音が、まあ、ちょうど入ってくる形になるので、そうですね。じゃあ佐藤さん、ちょっとつけてみてください。はい、よいしょ。はい、そうですね。そんな感じでつけていただいて、はい、じゃあちょっとここで喋ってみていただけますか。はい、今ピンマイク、ラベリアマイクをつけております。音はいかがでしょうか。はい、じゃあもう一個ちょっと抜いた場合のバージョンっていうのもちょっとやってみますね。はい、はい、じゃあ一回ちょっとこれで閉じまして、うん、やってみてください。はい、これは普通の iPhone で撮った音です。どうなんだろう、今聞こえませんが後で聞き直します。